いただきましょう。小泉さん、ですね、まず期待される選手絞っていただきたいと思いますが、いくつか映像を用意してあるんですが、まず小泉さん、誰でしょうか。まあここでですね、まあ私たくさんの選手挙げたんですけどね、まあシェン・モズリー、これライト級の王座を返上してですね、ウェルター級に上がってきた。これはそのパンチあるしスピードがあるし、いい選手ですよね。じゃあ早速ご覧いただきましょう。そのシェーン・モズリーです。この試合はですね、 IBF の世界ライト級タイトルマッチ、チャンピオンモズリー、そして挑戦者がジョン・ブラウンという試合で、これは6月にオンエアされたものです。このジョーさん、このモズリーのいいところっていうのをもう一回改めて挙げていただきたいんですけど、非常にスピードがある上にパンチがある、そしてパンチが的確なんですね。でカウンターも取れる、というところでですね、8連続 KO 防衛かしたと思うんですけれど、まあそれだけの連続 KO 防衛なかなかできないですよね。なおかつ上下の打ち分けができて、そのコンビネーションを持ってるんですね。確かにこの選手は2000年期待できそうです。ただですね、この体でそのウェルター上がってですね、そのデラホヤとの対決をまあ期待してるらしいんですけどね、望んでるらしいんですけど、まあモズレのスピードっていうのはちょっと侮れないものがありますね。そうですか。そして今また続けて出てきましたが、バルガスの方ですね、これ注目していただきたいという意味が、そのバルガスっていうのはですね、アメリカの関係者の評価でも非常に高いものがあるんですよね。パンチを当てる感っていうのは優れてます。確かにですね、連続 KO、 そのデビューから全部ノックアウト勝ちですね。でパンチの当てる角度がいう上にそれパンチがありますね。でまあバランスが良くてですね、それでスピードもあるということでですね、まあ怖いもの知らずの強さがありますね。相手はこれヨリボーイカンパスです。これこの試合というのはチャンピオンがカンパスで、挑戦者が1位のバルガスだったんですが、この試合でバルガスが王者となります。これは2月にオンエアされたものです。なかなかグッドルッキングです。そしてもう一つ続けてバルガスの試合をご覧いただきましょう。相手はマルケスです。ラウル・マルケス。ラウル・マルケスっていうのは先ほどお届けしたヨリボーイカンパスの前のチャンピオンですよね、これが2度目の防衛戦になります。バルガス、この時点でもバルガスというのは 100%KO、 そして 100% 勝利という、もうパーフェクトレコードを続けています。まあ、パンチの的中率の良さっていうのはですね、まあ何でもデラホヤと比べて、そのデラホヤに悪いんですけど、デラホヤ結構ミスブローありますよね、ところがこのバルガスは的中率がいいんです。ミスブローの割合が少ないんですね。いや確かに魅力的な選手です。来年2000年活躍しそうなこのバルガス。そして、モズリーを挙げていただきました。小泉さん、改めて映像でご覧いただきましたけど、どうでしょうね、この2人に絞っていただきました。まあ、バルガスのですね、その倒し屋ぶりですね、まあ、そしてモズリーもその倒し屋なんですけど、ちょっとそのタイプが違いますね、モズリーはですね、もうスピードで相手の動体視力避けようと思うその動作を超えてパンチ叩き込んできますね、で上下の打ち分けが本当に速いですよ、で強いパンチを連続できるんですね。強弱をつけたコンビネーションっていうのはいろんな選手できるんですけど、強いパンチ連続できますね。相手にとってはそれはもう我慢しきれないでしょう、倒されてしまう、でフェルナンド・バルガスの方はですね、強いパンチをですね、的確にスポーンスポーンスポーンって入れてくるんですね。こういうのシャープシューターっていうんですけど、シャープシューターでありながらパンチがあるんですね。だからこの選手も怖いですね。いやー、2人ともね、2000年活躍が期待できそうです、そして浜田さんも、じゃあ2選手挙げていただきたいと思います。私はブラジル生まれのフレイタス、まあ、全勝そして全KO、この選手は来年もっともっと出てくるでしょう、最近応援されました、そしてもう一人は、まあ、出てこなくちゃいけない、まあ、出てはいるんですけどね、来年一工夫して出るだろうと思うナジーム・ハメド、この選手はやっぱり出さなきゃいかんでしょうね。その映像をそれでは続けてご覧いただきましょう。
まずは11月にオンエアされました、アナトリ・アレクサンドロフ対注目のアセリノ・フレイタスです。この試合は WBO のスーパーフェザー級のタイトルとして行われています。この白のトランクスが注目のフレイタス、ブラジル人。もういいシーンしかないこの試合です。いや問答無用のこの、いや本当にまさに問答無用ですね。まあ本当に実力があるのかどうかというふうに思ったんですけど、ええ、パンチは相当持ってますよ。いいところだけがこう前回、いやこれ放送されたんですけれども、まあしかしこのようなラッシュができるんですから、まあこれは間違いなく本物なんですよね、攻撃面に関しては。チャンスだと思った瞬間に走ってでも行くような飛びかかり方ですよね、それがやっぱり野生として必要なところなんですね。人気が出そうですよね。いや出るでしょうね、この選手は。1人目はアセリノ・フレイタス、そして2人目がハメドでした。まあこれはより期待という意味合いだと思いますね。まあ今年はハメドの場合みんなに研究されましたね、だからハメドのやりにくい方、やりにくい方にみんな研究したんですね。だから来年はそこを今度はハメドが研究する番でしょうね。ああなるほど、はい。どうでしょうね、研究されますでしょうかね、ハメドがですか。まあ型破りなところあるんでですね、まあ研究にもいろいろあって、ハメドはもっともっとやりたい放題やるというんですかね、それだとやっぱり本領発揮になると思いますよ。やっぱり今年は相手がハメドを研究した、そしてハメドがボクシングをですね若干小さくしたと、小さくしたというのは無駄な動きをしなくなったというのがあるんですね、もう無駄な動きであろうが何であろうがやりたい放題この選手はさせてみるべきでしょうね。なるほど。いつも言っているようにこのハメドはボクシングを知らない方も、名前を最近知り始めているという、そういった知名度が広がっております。まあ今のハメドのボクシングと結構ボクシングらしいボクシングになっているわけですね、ボクシングじゃないようなボクシングをやるというのがやっぱりハメドの、一つの見せ所なんですね。そうですよね、2000年はどういうスタイルになっていくんでしょうか、元に戻るのか、あるいは逆にもうちょっと何か違う形に進化していくんでしょうか、注目です。いや浜田さん、やっぱりこの2人も改めてフレイタスはもう魅力的だし、ハメドというのはね以前からもその奇抜なスタイル、ボクシングファン以外の人を引きつける意味ではですね、いなくちゃいけない選手ですよね、だから来年は一工夫するのか、もしくはもっともっと、暴れて、やりたい方でやるか、その2つ本人に選ばして、やりたいですね。